せていただきます。私、北連園芸作物開発課の小林と申します。よろしくお願いいたします。当課の方からは、北海道での栽培に適するさつまいもの品種開発の取り組みについて、ご紹介させていただきます。こちらの取り組みなんですけれども、令和5年度、今年から始めたものになりますので、実際に産地の方で活用いただけるような成果というものはちょっとまだ出ていないんですけれども、今年から始めましたよということで、概要のご紹介と、それから1年での結果にはなりますが、ご紹介させていただければと思います。まず、背景のところなんですけれども、さつまいもの栽培において、栽培というか生産面におきまして、課題としては収量性の向上、また安定生産というところが挙げられます。品種の面で見ますと、現在道内で栽培されている品種におきましては、例えば紅あずま、紅はるか、シルクスイートといったものがございますが、これらは府県向けに育成された品種になります。そのため品種の収量性だったり品質を発揮する十分に発揮するというものはことが道内では少し難しい可能性があるのではないかといった考えで、北海道での栽培に適した品種の開発を開始いたしました。こちらは北海道におけるさつまいも栽培を示したスライドになりますが、まず植え付けの時期といたしましては、理想の条件として気温18度以上、地温15度以上と5月下旬頃から植え付けを行うことになります。そして積算温度2400度以上を目標といたしまして、およそ120日前後で収穫となりますが、一方で府県の方では3000度を目標とするような産地もございます。収穫については9月下旬からとなっておりますが、あまり遅くなって低温だったり霜に当たってしまいますと、貯蔵中に腐敗が増加しまして、貯蔵部止まりの低下につながります。このように北海道では栽培期間が限定的でありまして、そこから冷涼な気候でも収量や品質が高い品種が求められます。こちらのスライドでは収量の既存品種における品種監査を示しております。紅あずまが最も高い収量性がございますが、先ほどの報告でもありましたように、紅あずまは写真にもありますが少し揃いが悪かったり貯蔵性に問題があったりします。一方でシルクスイートや紅はるかといった品種は甘みが強く粘質系で焼き芋に適性がある分がございますが、収量としては低いようなところがございます。このように品種監査であったり、年次監査といったところも見られています。このようなことを踏まえまして、当課の試験での品種開発目標といたしましては、こちらに示しているところを挙げております。まず収量性については紅あずま並みというところを一番目標にしまして、ただシルクスイートよりも高いということで考えております。また道内の各地で安定して生産できることを挙げております。食味については生花向け、焼き芋用途を中心とした成果向けで、粘質で甘いというところを目標にしております。これについては近年の焼き芋需要において粘質系であったり甘みが強いというところに人気があること、それに加えて輸出におきまして、海外の方では国産日本産のものが甘みが強いというところが評価されているためになっております。こちらでは品種選定試験から普及までの流れのイメージを示しております。品種の開発といいましても、当課の方では交配などをした品種の育成というものは行っておりませんので、そういった育成を行っている育成元から系統を提供いただきまして、北連長沼研究農場の方で栽培試験を行います。その中で有望系統を選抜していくんですけれども、選抜にあたりましては、右の方にありますように、流通上のニーズを把握している北連の事業部の方と、実際の販売性であったりの部分も確認、結果を協議して確認を取りながら進めていきたいと思っているところと、
品質評価だったり栽培技術につきましては、先ほど報告があったような食品流通研究家さんであったり農技術家さんであったりとも連携を取りながら、より良いものを選抜したいというふうに考えております。で、数年、研究農場の方で特性が確認できた系統につきましては、実際に産地の方で現地施策を行わせていただき、最終的に品種化また産地への普及に、つなげたいというふうに考えております。またこちらの品種開発なんですけれども、農研機構様との共同研究という形でも取り進めを行っております。農研機構様の筑波の方でさつまいもの品種の育成を行っておりまして、こちらでの育成系統を教師させていただいております。道内で適正の評価を行うのですが、試験地としては北連の長沼研究農場に加えまして、農研機構の目室の方での農場でも同時に試験を行います。札幌と帯広になりますが、積算気温差がおよそ240度あるということから、目室でも行うことでより厳しい条件下での、気温に関してですが、厳しい条件下での評価が可能になると考えております。こちらに、西県地での、結果を、お互いに共有し、協議いたしまして系統を選抜します。で、このこちらのサイクルを、まだ1年ではございますが、今後、継続して行うことで冷涼地向けの品種開発につながるようなデータ収集を行いながら選抜も行っていくということで、品種開発を促進していけるというふうに考えております。とここまでが概要だったんですけれども、ここからは実際に令和5年度に行った試験についてご紹介いたします。こちらのスライドでは試験の概要をお示ししております。植え付けは5月26日に行いまして、10月の2日から4日にかけて収穫を行いました。彩色様式は株間35センチの畝間110センチで、ダークグリーンのマルチを用いて高畝栽培を行いました。区勢としては10株から20株を1区として3反復で、施肥はこちらに、記載の通りになります。また苗については育成系統は種苗元から切り苗を、受け取りまして、既存品種の参考としましてはウイルスフリーのポット苗から自家育苗を行いました。教師品種は、参考の紅あずまだったり、シルクスイートだったりも含めまして30系統を教師いたしました。こちらが調査の様子になるんですけれども、調査といたしましてはちょっと今年からの試験だったので、いろいろ手探りでやった部分もあるんですが、初期生育の調査1週間のところで活着しているかの調査を行ったところと、それから1ヶ月のところでの地上部の創生の調査も行いました。こちらについては初期生育の創生の強さと最終的な収量性にリンクがあればより早く選抜ができるかなというような見立てのもと行ったんですけれども、ちょっと残念ながらそこに相関性は今年度は見られませんでした。その後に収穫調査、また官能評価については10月に一斉に全品種に関して虫芋での調査を評価を行い、そこで評価が良かったもの、また収量性が高かったものにつきましては11月以降焼き芋での評価を行いました。こちらは気象概況と生育経過になります。今年度は皆様ご存知の通り非常に猛暑だったこともありまして、植え付けから収穫まで積算気温が2700度以上ということで、あまり冷涼地での栽培というような形では今年はなりませんでした。栽培中の7月31日に撮った写真を載せておりますが、非常に創生が強くて茎葉が茂っていたというような経過になります。で、今年の調査を通しまして、まだ途中のところなので品種名系統名につきましては伏せさせていただくんですけれども、ちょっと有望と考えて選抜した5系統についてご紹介させていただければと思います。また加えまして、先に報告のあった2課でも名前が出てきておりましたが、当課の方でも栗かぐやを栽培いたしましたので、合わせて結果をご覧いただければと思います。はじめにこちらが高収量というところで選抜した系統
系統 A、B、C、D の結果になります。こちらに示しているのは 50g 以上の芋の単収になっております。左側の青い方のグラフについてはウイルスフリーので強視をした品種になっておりまして、右側の方は非ウイルスフリーで強視した系統になります。いずれもシルクスイートよりも収量が高いような系統になっておりました。でこちらでお示し示していますのは食味が良好であったものになります。10月の蒸し芋の結果と12月の焼き芋の評価の結果を載せておりまして、紛失、甘み、それから食味の総合的な評価の部分について、調査を行いました。シルクスイートよりは甘みが弱かったものの、蒸し芋でも焼き芋でも甘みが紅あずまよりは強く、総合的な評価も高い品種でありました。最後にこちらは、栗かぐやの食味の結果になります。先ほど食品流通研究家さんの報告の中にもございましたが、こちらの系統は粉質系、ホクホク系の品種になっております。特に12月の焼き芋での調査では粉質もありつつ甘みもあって、粉質感と甘みのバランスが良いという点で当家の調査でも総合的な評価も非常に高くなっておりました。結果は以上でして、今後の展望なんですが、繰り返しにはなってしまうのですけれども、引き続き長沼の農場での試験を継続いたしまして、有望系統出てきましたらできるだけ早く現地試験において他地域での栽培線も確認をしたいなと思っております。そして、品種化し産地に普及するというところにつなげていきたいと思っております。まだ始まったばかりの取り組みではありますが、産地の普及までつなげていけるように取り組んでいきたい、参りたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。